皆様お待たせいたしました。ベストボディジャパンプロレスリング名古屋エブリュー2024を開催いたします。本日実況を担当しますプロレスリングヒートアップ代表取締役社長田村ジェネレーションです。よろしくお願いいたします。それでは本日の実況席をご紹介しましょう。本日の解説、一般社団法人ベストボディジャパン副会長福村明美さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんなに入ってるスポルティーヴァ、これ初めて見ました。ここ数年のスポルティーヴァ動員記録です。いやー、はい、素晴らしいですね。はい、福村さんはスポルティーヴァは初めて、はい、初めて来ました。はい、いかがですか、スポルティーヴァ。初めて見て、初めての会場、この半端くらいなので、はい、もうなんかプロレスにみんながね、この全国から集まってくるんだなと、ひしひしとすごいですね、はい、もうなんか販売する前に完売してるというらしいですよね。すごいベストボディジャパンですか、ボディジャパン、はい、すごい勢いありますね。素晴らしい。はい、そして本日はエキシビジョンマッチが1試合、はい、そして全5試合、はい、はい、こちらあります。オーナー、こちらはいかがですか。はい、はい、全体的にですか。はい、全体的にいかがでしょう。まあ、そのベストボディジャパンプロレスが東京中心で行われてきたわけですけども、はい、この名古屋軍、木村選手を、ね、中心とした名古屋軍が、はい、このスポルティーヴァアリーナで、毎週毎週練習を積み重ねてですね、まあ、その姿を私ずっと見てきてますから、今日はある一つのね、到達点、一つの結果を残さなければいけない大会となっているんでしょうね。はい、はい、一つ大きな大会になるんではないでしょうか。はい、はい、福村さん、いかがでしょうか、はい、そうですね、ベストボディジャパンプロレスが他の地域で開催する第1回目なので、この全国に広げていくなんかスタートになるんじゃないかなと期待しております。それでは間もなくベストボディジャパンプロレスリング名古屋エブリル2024の開始です。アウトダリー伊藤修司入場、よろしくお願いします。今、ぎゅうぎゅうだからみんな横向けないみたいになったかな。レフリー戸川雅史、やっちまえいそう。始まりました、エキシビジョンマッチ5分ですね。はい、伊藤修司選手、私初めてなんですけど、すごい強そう。あ、伊藤選手は初めて、生で見るの初めてです。まあ、まだ練習生ではありますけどね、はい、はい、名古屋で保険屋を営む54歳、なんと54歳の体ではないですね。まあ、今日のために、ね、ご自身にしっかり保険かけてきたんでしょうかね。ちゃんとね、怪我してもいいように、はい、いやけど基本に忠実な、怪我しないプロレスにも展開しますよ。はい、なるほど、しっかりしたレスリングから入ってます。さあ、そして対するはスポルティーヴァエンターテインメント所属の石田慎也選手、はい、今 DP のタッグチャンピオンでもありますからね。はい、はい、さあヘッドロックを取って絞り上げます。
さあ、これでギブアップしたら負けになりますね。そうですよね、それはちょっとね、はい、頑張ってほしいですね。あー、タックル、ね、もうちょっと、さあ、練習生でここで、ね、練習してるときずっと見てましたけどね、はい、まあ、54歳、なかなかやっぱり思うように体が動かない、そういう風に見えましたね。あ、そしてボディこれ54歳にはきついですね。これだけでも相当なダメージですよね。さあ頑張れ磯修司。まだ1分経ってないですよね。はい、さあ、いやもう結構やられてますけど、応援してあげましょう、ここはね。さあ、100倍で初めて戦うわけですから、はい、かなり緊張も手伝ってね、かなりダメージが深刻っぽいですよね。そうですね。さあ、さあコーナーに詰めて、あとさあ顔面を踏みつける石田修也、あーやられっぱなしだ。さあこれはオーナー反則ですね。そうですね、ロックに触れてる選手に攻撃を変えることは反則になります。反則は5分以内に認められておりますが、悪質な反則を繰り返す場合は反則負けもございます。はい、さあそしてもう一度ボディスラムに行く。あーとまた無理くり投げてきましたね。さあ本気入る、お父さんがそしてどうですか。そうですね、ご覧くださいはい、片方に1つ抜けに3カウント、はい、両方にまず抜いた挑戦でワン、ツー、スリー、スリーカウントやったら勝ち負けが決まります。はい、後方に向かって状況でロープを使うとロープエスケープ技を止めなければなりません。はい、そして今のはロープブレイク、ロープブレイク、はい、はい、ロープに体が触れたら、見てましたよ。いや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 、
この感じでリングに上がってみてね。ただいまより第1試合タッグマッチを行います。やっぱり、あんな入場見せられたら、やっぱ気合入ってる気がしますね。いや、笑顔で入ってきますけど、リングじゃないと、変わりますよね。いつもの
だけじゃなくて、なんかいい感じ、いい感じ、いい感じ、気をつけてほしいね。はい、あの広島のお二人は、はい、こちらにの竹山道夫のね、美白が目立ちますけどね。はい、一番目立ちことじゃないかと思うんですが、ちょっと、どうだろう。いや、皆さんね、シュッとしてくださいね、毎週も聞くんでしょ、先輩ね。いや、しかしね、世の中でね、竹山道夫の体型が好きだと思う女の子もいるんですけど、そうね、こちらに。出てるのでね、ちょっと引き締まってる。ただ、ああいうね、ちょっとポテチャンネの方が柔らかそうなんですよ。この2人がね、実はですね、この水曜日に、はい、シングルパッチ開催してるんですね。なるほど。なんかそのイベントが残りたりするでしょうか。イベントはないですけど、まあ、前哨戦ですよね。今日のポテチャンネルの開催を控えて、シングルパッチが決まる。まあ、韓国になるまでも叩き出されましたから、ね、ここはね、今日はいいこと見せてくれてる、頑張ってほしいな、はい、ホームですね、はい、やられてるのが樋口選手、はい、52歳でプロレスデビューしてますね、はい、結構ラッキングの本当にラッキングやってますから、ラッキング練習やってますから、そういう感じのことをお話ししてるんですよ。はい、応援するしかないですね。やはりね、余分な筋肉がダメージが深いんですよね。そんな声をちょっと感じましたね。やっぱそうですよね、はい、こちら樋口選手、東海地区初開催で地元開催で気合が入っていると。あっ、そうですね、あーと厳しい攻撃だ。今日は朝10時で来てましたからね。あー、そこだ。あーと、ヘッドバット。さあ、そしてフライングベイヤーから、今日は大丈夫か、背中の神経、腰の神経、そしたらですね、背中にもピンと出てくる。スマホの伸び強くありましたし、ここはね、しっかり影山振りをしたいにね、試合構成していきますから、僕がいいですね。いや、そういうことですね。この前髪がプロレスさんも見たことあるから、悲鳴でも見たことあるから、いいですか。あー、これは反則なんですね。目つぶしは反則です。フェイント、これ何発つけおけるんですかね。やめて、もうこの間のシリーズも10発くらい蹴られてますからね。頑張れ、樋口。樋口さん、さあ、やられてもいいですね。あと、首4の字出た、ラクチュアリー、吉田が。ちょっと何をやってるんですか。吉田、何をやってるんですか。で、な名前から怪しいと思ってますけど、やっぱ怪しいんですよ。ダメなんですよ。ダメ、お昼が出ちゃダメな選手。ベストボディー狙ってても昼が出ちゃダメなんですか。ダメ、はいはいはい、4人のチャンピオン、なるほど。おちょちょだけ出さないでくださいね。出したらダメですよ、はい、さあ、ロープブレイクです。結構いけるなんですかね、今だいぶ井口さんが、ね、一番しんどい時間ですよ。はい、あーと、また蹴る。今度は井口のところになれ。井口さん、さあ、頑張れ井口。あーと、おーと、おーし、おーし、おーし、あーと、やるぞ。さあ、ロープを壊して、あー、さあ、ロープを壊して、ミチャル君も勝ちしたいですね。アートさん、そしてさあ、ミチャル君が、あー、タップが出ない。さあ、さあ、おと振り返して、
くさあ、怪しいとこやってきたあ、そしてラグジュアリーや大丈夫ちょっとビタも潰してんじゃないラグジュアリー大丈夫さあ、オーダープラン、何でしょうかスピードホールですか聞いてるようで、また聞いてなかったからですねラグジュアリーの救済に入るあ、やばいタッチやばい音をここでラグジュアリーよし、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 よしラグジュアリーいいの、いいの、タッチはいいやつだなさあ、そして川口選手が勝ってこれがどっちが欲しい
しんだよ。名古屋の神奈川、名古屋関西だけない時間3回に行きましょう。ただいまより第2試合タッグマッチを行います。素晴らしい。この早いよ。
あれは。それ、はい、さあ、そして出てきたのが竹林様や選手が青いコスチュームですね。黒いコスチュームが大竹瞳選手。はい、まあ、今日はベストボディジャパンでは本当にいいような2人ですからね。そうなんですね、はい、すごいな、もう息子みちゃん名古屋の公式レースも仕切ってますからね。あ、そうなんですね、はい、スタジオの公認講師、近所です、近所、はい、大竹ひとみさんは公認講師としても活躍し、審査員もしてますし、司会もしてるんです。はい、そうなんですね。なのでベストボディジャパンにおいて今ね、要となった顔なんですね。このプロスタジオの人ってただの強行ですよね。そうですよね、はい、でもこんな凶暴なひとみさんはなかなか見れないのでね。おぉ、強豪なんですよ。強豪なんですね、実は。強豪なんですよ。リング上の上がりも強豪ですからね。強豪見えるんですよね。いつも慌ててドタバタドタバタしますから。それはいつも一緒です。一緒です。さあ、攻めてるのが竹林早苗選手。そう、竹林選手も6年、距離は。なかなかね、中堅ルーキーですよ。なんと、今年1月、チーム選手と PBW 女子タッグ王座を獲得。なるほど、なんと、チャンピオン2人で立派な頑張って入ってきましたね。はい、さあ、やられているのが大竹選手。こちら、なんと、初代の PBW 女子タッグチャンピオン。そうですね、はい、こちら年齢とは大きいんですね。そうですね、はい、3人の男の子のママ、27歳ですよ。はい、ちょっと待ってください。あー、そしてお花火、さあ、これは何処だ、そのつもりのあと化粧がうるさいのが大竹の仕事なんですよ。なるほど、これですか。これが大竹です。めちゃめちゃそうですね、やられてる大竹選手。いやいや、声が高いね、やっぱり、ね、上手なんですよ、上手ですね。今日もどんどん空いてますね、パッと、ね、いい感じです、コンディションですね。竹林さん、ベストボディジャパンプロレス立ち上がった時からのレスラーなんで、ね、やっぱちょっとね、歴が違うからな。リング上でのタッチの落ち着きが本当にありますよね。高木のリスラム、さあ、カウントが入る、カウントアウト、大谷、ホームです、ホーム、一生懸命ここで練習してたの、大谷、大谷、どっちなのよ、みんな、どっちも一緒ですか。いや、これは別なんです。やばい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 、ちょっと、あっと、大竹大の字、あっと、チャンピオンが推薦、18歳が推薦するんですか。そうですね、ジャッキーじゃないですか。さあ、もう虫の息か。いや、ここはね、頑張らないといけないとこだからね。そうですね。Come on!
ね。さあ、乾杯。さあ、チャンスだ、石田信也。さあ、結果は終わる。私、チャンスのパビを狙う会試合は終了。
そうですね。みんなのアイドルとのリンクのお届けしましょう。今こそメダルを。
たことですそれを参照します。ちょっと右上に持ってますよね。珍しいですね。3人とも
Thank you.
んですね。前回の放送の試合でラクジュアリー軍団にも入れてもらえず、なんかキャラクター的にちょっとあのピクシーっていうかちょっと変態の方に行っちゃって、ベルゼタイムで気づいたって言われてるんですか。変態式の立場も危ういんです。俺たちで負けたって言われるんですか。はい、おかけ。なんか真面目な顔してたり、ちょっとこれはシリアスですよ。はい、さあ、あれさあ始まりました。本日のファイナル。さあ先発を買って出たのは、唐沢選手。はい、唐沢選手と矢川さんですね。なぜ矢川さん。ナイス。はい、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 はい。さあ、しっかりとした。さあ、カップ。東京でのベストボディジャパンプロレスのすごい印象です。さあ、倒した。
としても勝ちたいです。どうなんだ、ヒットがやばいんで、はい、これやばいんで、ハハハハ。
メインイベント PBW 世界スーパーボディ級選手権試合を行います。Yeah.
しょう。ショーク、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 Yeah!
来るか。よく見てるか。スピードを。さあそこから。ポジションいいですよね、リング中央レープが遠い。さあ、いいポジションに決められる女子方を取ってるから、さあ、どうなるか。さあ、これいい感じですね。おお、あとフラワーに締める。さあ、あこれはバイブちゃんで本気揃えてくれるゲームをしませんね。これは厳しいですよ。さあ、さあ、ロープでちょっとね、そのままキープしたかったですよね。あの、皆さんここでね、足台に削りましたから、ヨガ様の機動力が奪ってるわけですよ。ここ一気に攻めたいですけど、技の掛け時間になりますよね。さあ、来ますもんね。はい、もう両玉潰れてますよ、ね。あ、そして何をやってるんですか。おっと、ちょっと三村さん立ち上がって、やばいよやばいよ。ボーダーポストを取って鉄のサーバルの部分を抜き出しにしている。三村さん今ですよ。取らなきゃ。昭和のプロレスよく見たら、あそこに頭を打ちつけてね。もうネタバレじゃないのそれ。もう固い固いのか。取れない。優勝してからさっき自分でボソボソやっとったやんか。うわーって言いましたね。しかし剥き出しになっている金具。トップロープは剥き出したと。あっとー、井村これは痛い。キムス、これはでも立たなければいけないですよ。そう、やられてもやられてもね、立ち上げる強さを見せること、それがプロレスですから。ここに来てから2年間、誰のことこのリーグで練習し続けてきた男なんだよ、君は。君は、ロープブレーキ。10分経過。木村さん、手足長いですからね。このリーグにおいては有利なんですよ。さあ、再び何を狙う。おっと、かわして、はい、あと逆さ浅井さんか。あ、そして首が止め、これもカウント2。あるあるある、あっと、あと回された、危ない、あっと、あと、どっちだ。さあ、レフリーの腕も大変だ。さあ、どっちさあ、ヨウス様が大の字ですね。おっと、はい、キムラ今のキムラボールでヨウス様を落としてしまいましたね。また反則攻撃。あーもうこれまずいぞ。残念ながらキムラさんはトップロープにいる。ここは
様にも尋常の大事ですが、それぞれの皆さんが大ダメージを負ってしまったらありません。ちょっと本当に脱力してますよ、大丈夫かな。フィニッシュポーズだよ。プレッシャーマーさん、決まったらしい。決まったらか、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 ちょっと待ってくる。ひなちゃん、来るぞ。ひなちゃん、さあ、どうか。意識あるんでしょうか、これ。おっと、おっと、やっと出ました。やりましたね。さあ、下物も立ち上がれない。後輩ちゃん、行くぞ。ストップ。この段階から転換で始まれると、そこで勝負を決定します。去年の7月、あ、2年前の7月、もう少しで2年、必ずチャンスになってこのホストリバーアリーナに戻ってきて凱旋マッチをやると、まあ新人のね、当たり小僧がそんな宣言をしちゃって、50歳でプロレスデビューして、今までもちろんベストボイジャパンプロレスの試合以外にもこのスポーツティーが存在で、毎週水曜日試合に出させていただいて、最初のうちは全然歯が立たず、ボコボコにされて、もちろん4秒差にボコボコにされて、
ずっとずっと悔しい思いしてここまで来ました。そしてやっとベルトを取れて、この凱旋試合で4秒差に勝つことができている。本当に52歳ですよね。多分みんなの方が若いよね。みんなの方が若いと思う。若いと思うねえ、みんなもうねえ、40過ぎたり50過ぎるとなんか今諦めたり、なんかもういいやってなったりとかね、会社でもね、なんかもう定年近くなってスマートフォンにされたりとか。でもね、50歳になったってね、60歳になったってね、ベストボディシャンプロスはね、こうやってメインって輝くことができるんです。それはベストボディジャパンコンテストの人です。若い子たちだけのコンテストじゃないです。だからこそも大好きです。このプロレスも大好きです。頑張ってきてます。ぜひ皆さん、特に同年代、一緒にプロレスとは言わないです。コンテストじゃないです。何でもいいです。一生懸命みんなで、まだまだ青春です。頑張ってみましょう。この名古屋大会に向けて、僕も名古屋でね、初めは一人だったんですけど、仲間をどんどん増やして、今40代50代の仲間が一生懸命一緒に練習してみるようになって、そして今日出た名古屋くんのみんな受け入れしてくれて、エキシビションでいつも頑張ってくれて、この仲間がいたから僕この名古屋大会も成功できたと思ってます。ぜひね、ちょっと名古屋くんと、そして今日出場してくれた選手の皆さん、一緒にちょっとここに出てきていただいて、最後締めていきたいと思います。よろしくお願いします。そして今日の名古屋初開催だったんですけど、もう前見てる通り満員のお客さんが来てくださいました。そしてみんなすごいこう声援も大きいし、本当ね、僕高知出身なんですけど、名古屋の方ノリがいいし明るいし笑顔も素敵だし、最高ですね。本当に名古屋愛知県最高。ありがとうございます。やがて素敵。本当にね、今日初開催でね、最初どうなるかね、分かんなかったんですけど、ちょっと正直不安もあったんですけど、主催者としてね。こんなに盛り上げてくれてね、本当にますます愛知、名古屋大好きになったし、ね、また秋、9月とかね、10月にもね、名古屋大会第2回目やりたいと思います。みんなその時だったら来てくれますか。名古屋出身のね、名古屋、愛知県出身の選手がね、中心に今リング上がってくれてるんですけど、その中で、メインイベントの木村さんの素晴らしい試合の一つ前にセミファイナルで活躍してくれた榎本選手、榎本さんのことね、多分知らない人いると思うんで、まあ、簡単にね、僕がどんな方だってね、どんな選手かで紹介すると、まあ、プロレスでもね、今日ガッツあふれるファイトで、素晴らしかったと思うんですけども、ベストボディコンテストの方、まあ、年間50大会ぐらいやってるんですけど、その中で公式カメラマンとして、もう選手のね、セミナーからを、まあ、大体影響でも1万4千人ぐらい選手出てくれてたんで、そのうちのね、榎本さんが大体1万人ぐらい撮影してくれて、SNS に上げたり、まあ、そういう素敵な写真を撮ってくれて、で、まあ、著名人の芸能人含めてね、著名人のカメラマンもやってるし、まあ、本人控えめでね、謙虚な、青年、まあ、でも割と中年か。なんかね、まあ、若く見えるんでね、まあ、青年と言っときましょう。謙虚な青年なんですけどね、すごいカメラの腕前、素晴らしい。いいカメラマンなんで、皆さんもね、プライベートで例えばお子さんの写真とか家族の写真、恋人同士の写真とかね、
取るときはね、めちゃめちゃうまいんでね、ぜひ榎本さんにご連絡ください。今日ね、さっき本人から聞いたんですけど、わざわざね、榎本さんのご両親が来てくださったということで、もしよろしければ、今日ね、僕が逆にカメラマンさせてね、撮影したいと思うんで、もしよかったらリングに。ここは本人に変わりますね。お父さん、お母さん、ありがとう。じゃあ榎本カメラマンからレスラー兼カメラマン榎本さんからご両親へちょっと いつもね、なんか本当にご両親に感謝でねとか、もう本当にご両親のおかげでって、よくね、僕、結構実は仲いい友人でもあるんですけどね、いつもご両親のね、感謝を聞かされてるんで、じゃあ、ここまでしょ。実家から上京して20年、迷惑ばかりかけてきました。で、まさかこうした会場で僕の仕事ぶりを見ていただくとは思ってなかったです。今まで、ありがとうございました。そうですね、ありがとうございました。これからも末永く生きていただいて、はい、弟と一緒にお前らの親子をしていただきたいと思います。よし、はい、今日は皆さん、プロレスをね、見に来ていただいてくれてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもね、このメンバーで練習させていただいたりね、東京で仕上がらせてもらってるんですけど、なかなかね、東京の方までね、来られない方もいらっしゃると思うんで、今回名古屋でね、やらせていただいて、本当にたくさんの方に来ていただいて、本当に良かったです。ありがとうございました。どうも皆さん、今日はお越しいただいてありがとうございました。見てみると、木村さん、52歳、僕も同じ年です。これからまだ続けていくので、40代、50代の方、一歩踏み出してみたいなと思ってる方は声かけていただけたら幸いです。また、9月に言われるところがあると思うので、また見に来てください。よろしくお願いします。1年も経ってないんです。すいません。で、私も45歳から今46になったんですけども、ありがとうございます。ごめんなさい、まだまだ40過ぎても頑張ってるっていうことがよく分かったんで、皆さんどうぞこれからも応援よろしくお願いします。皆さん、じゃあ最後を締めさせていただきます。皆さん、すいませんが、ちょっとここ混雑ですいませんが、お気にするお願いいたします。ちょっと最後ね、恒例のベストボディジャパンプロレスの締めがありますんで、いいですか。最後は BBJ、まあ、略して BBJ プロレスなんですけども、BBJ の B のポーズで左手上げるんで、
BBJ じゃない、あの BB じゃなくて DBJ の J とそれで最後いきますので僕掛け声させていただきます。はい、それでは今日は本当に名古屋の皆さん熱い声援ありがとうございました。 BBJ